この後アルケイディアが陸空双方からの同時攻撃を開始すれば、ナブディスが落ちた。何？父は。わかりません、ラスラ様。ナブディスが落ちたとなると、アルケイディア軍のダルマスカ侵攻を妨げるものは何もありません。奴らが国境に達するのは時間の問題です。ではナルビナには。私が行こう。ご一緒させてください。そなたらに。ありがたき幸せ。
ラスラ・ヘイオス・ナブラディア殿下の戦死はダルマスカ王国を見舞った悲劇の一つに過ぎなかった。王女アーシェ殿下の結婚がもたらした希望は失われ、ダルマスカは時代の荒波に飲まれようとしていた。東のアルケイディア帝国と西のロザリア帝国がイバリースの覇権を争う戦乱の時代、アルケイディア帝国は西方進出の第一歩としてナブラディア王国を侵略。ラスラ殿下の祖国は豪華のもとに滅び、ついで帝国の侵攻を受けたダルマスカも同じ運命をたどりつつあった。ナルビナ城塞における敗北でダルマスカは戦力の大半を失っていたのである。忠勇なるダルマスカ騎士団は反抗を試みたが、圧倒的に優勢な帝国軍に抗しうるはずもなく、ほぼ全滅に追い込まれた。やがてアルケイディア帝国は和平案を提示、事実上の降伏勧告であった。我が旧友ダルマスカ王ラミナス陛下はやむなく降伏を決断。和平協定に調印するため帝国軍占領下のナルビナ城塞へ向かった。だが陛下が王都ラバナスタを立った直後、わずかに生き残ったダルマスカの騎士たちは不穏な情報を察知する。和平協定調印式において国王暗殺の策動あり。おい、大丈夫か？しっかりしろ。だから言ったんだ、足でまといだってな。そんな言い方はよせ。みんな好きで戦ってるんじゃない、祖国を思えばのことだ。立てるか。ああ、レックスです将軍。そうか、レックス。見たところ外傷はない、軽い脳震盪だろう。さあ立ち上がるんだ。平気か、レックス。はい、大丈夫です。レックス、君は何歳だ？17歳です。そうか、両親は？父と母は死にました。二つ下の弟がラバナスタにいるだけです。すまないな、君みたいな若者にまで剣を取らせることになって。いいえ、祖国のためです。父や母、多くの同胞のために。急ぐぞ、バシュ。おしゃべりしてる暇はない。奴らが集まってくる前に何としてでも陛下のもとへ行かねばならん。ああ、分かっている。行こう、あそこだ。オースラ、行け。ここは俺たちが食い止める。焦るな、レックス。慌てずゆっくりやればできる。行くぞ。
なき波動よ。耐えろ。くそ、冗談じゃねえぞ。アントワンよりアントリオン、発動損傷、オイラが潮時や。アントリオン巡回、記録やスタートは交代を阻止。ありがてえ、アントは離脱する。オスラ、どこだ、どこにいる。まさかアズラス将軍まで。バカなことを言うな。オスラはこれまでいくつもの視線をくぐり抜けてきた勇者だぞ。こんなところで死ぬような男じゃない。一刻も早く陛下を助けし、ここを脱出せねば。陛下はご無事でしょうか。無条件での降伏を飲むんだ。調印式が終わるまでさすがに手出しはできんさ。でも調印式が終わっていたら。ここは俺が何とかします。先へ行ってください。さあ早く。すまない。
陛下。どうしてあなたが、なぜこんなことを。陛下はダルマスカを奴らに売り渡そうとした。陛下は売国奴。和平交渉もこれで芝居だな。我々は無条件降伏などせん。陛下は誰ますか、お貴様たちに売り渡す売国奴だ。戦争は終わったのだよ、将軍。ダルマスカは我が帝国に敗れた。だが我々はダルマスカに敬意を払い、それなりの主権を残そうと努力していたのだ。それもすべて将軍、君のせいで台無しだ。我々は帝国に屈しない。ダルマスカの民はさぞかし君を恨むだろう。将軍を連れて行け。和平の道は断たれ、侵攻を再開した帝国軍は王都ラバナスタに迫った。ダルマスカの命運は決したのである。もはや抵抗は無意味であった。サル筋から入手した情報に基づき、私はダルマスカ国民へ呼びかけた。徹底抗戦を唱え、ラミナス陛下を暗殺したバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍は大逆犯として処刑された。未だ戦いを望む者は将軍の同類である。ダルマスカを滅亡へと導く恥ずべき反逆者である。真の愛国者よ、剣を捨て祈りを捧げよ。平和を望んだラミナス陛下の慈悲深き魂に、そしてまた祖国の敗北を嘆いて自ら命を絶ったアーシェ殿下の誇り高き魂に。王家を失ったダルマスカはほどなく無条件降伏を受け入れた。片付けてやる。かもな。じゃ、今日はこれぐらいで上がろっか。こいつはミゲルさんの店に戻れば。なんか仕事があるんだろ。
いっけね、忘れてた。ねえ、番人もおいでよ。今日は忙しいみたいで、いっぱい仕事がありそうだよ。俺は別の仕事にしとくよ。ここの鍵かけ直しといてくれ。勝手に入ったのがバレたらミゲロさんに叱られるからさ。その、お題を…お題だと？あ、いえ、いいんです、いいんです。どうぞどうぞ、持っていてくださいまし。やめておけ。今日は騒ぎを起こすな。運が良かったな。ごめん。気をつけろ、小僧。お、シュッと、やられた、それだ。なんだと？何すんだよ。何すんだじゃないわよ。また盗んだのね。捕まったらどうするつもり？みんなバンのこと頼りにしてるのよ。捕まったら面倒見れなくなっちゃうじゃない。やめてくれよ。俺はリーダーじゃないんだぜ。俺たち孤児は誰にも頼らず生きていかなきゃいけないんだ。それはパンネロ、お前だって一緒だろ。おい、何してんだよ。それは俺のもんだぜ。この金はもともと俺たちダルマスカ人のもんだ。盗んだのは帝国なんだから、帝国の奴らから取り戻すのは俺たちの使命なんだって。バンのセリフよね。パンネロ、言ってることとやってることが矛盾してる。これは先週渡したパン代よ。私がミゲロさんのお手伝いしてるからってバンのパンまでただってわけじゃないわ。俺だっていつまでもこんな生活。俺はいつか自分の飛空艇を手に入れる。空賊になってあの大空を自由に飛び回るんだ。叶える前に牢屋行きにならないといいわね。うん。後でミゲロさんのところへ行ってみて。何か困ったことが起きたみたい。バンに力を貸してほしいってさ。待っとったよ。ミゲロさん、困ったことって？それがな、砂漠の街道で一騒動あったようで、昨日町に着くはずの運び屋がまだ来んのだ。おかげで今夜の祝宴に出す食材も届きはしないんだよ。わかった、俺が運び屋を探しに行くんだな。何を言うんだい。砂漠は魔物だらけだ。そんな危ない仕事をさせられんよ。
食材の方は栄亭のトマジが何とかしてくれることになっとるんだ。栄亭まで取りに行けって？それをカイツに頼んだんだよ。なのにあの子と来たら行ったっきり戻らんのだ。私は店を離れられんし、パンネロにも別の用事を頼んである。すまないが、栄亭へ一っ走りしてカイツを呼び戻してくれんかね。つまんない仕事だな。まあまあ、そう言わずに一つ頼まれておくれよ。こら、カイツ、お使い放り出して何してるんだ。見て見て、バンニー。ん？こいつだよ。こいつのせいで品物が来なかったんだ。東の砂漠に出没？なんだこいつ。よう、バン、お前もお使いか。ミゲロさんも相当忙しいみたいだな。ま、帝国の執政官様を歓迎する宴を仕切るとなれば用事は山ほどあるってわけか。歓迎したくなんかないけどな。それよりトマジ、こいつは？ああ、困ったやつだよ。こんな魔物がうろついてるせいで運び屋の到着が遅れて、あれこれ品不足でな。だからこうやって誰かに退治を頼んでる。やっつけたやつにはちょっとした報酬ありだ。へえ、ミゲオルさんのお使いより面白そうな仕事だな。そうだね、バンニー、やってみようよ。お前はミゲロさんに届けるものがあるだろ。早く戻らないと。困ってたぞ。いっけね、忘れてた。執政官閣下の着任式典のため特別警戒中だ。許可のない者を通すことはできん。へえ、困ったな。今夜のパーティーを仕切ってるミゲロさんから執政官をもてなす料理に使う大事な食材を受け取ってこいって頼まれてるんだけど。ほら、これミゲロさんの伝票。あんたのせいで料理が間に合わなかったら執政官って人も怒るよな。ま、俺には関係ないけど。あの方が、そんな、つまらんことで、機嫌を損ねるものか。
仕方ない。さっさと通れ。じきにこの門も封鎖するからな。バルバナじゃないか。こんなところで咲くなんて珍しいな。用事も済んだし帰ろっか。なんだよ。あ、門を開けろ。山田どけ。ちょっと待てよ。俺たちは入れないのにチョコボはいいのかよ。何がおかしい。このチョコボは血統書付きの式典用だ。こいつには何万ギルもかかってる。お前ら100人合わせたよりよっぽど価値あるってもんだ。俺ら近づくんじゃねえよ。チョコボにお前らの貧乏くせえ匂いが移っちまうだろうが。叫んな。どけこのガキ。いいぞ入れ。この野郎。ははこれはまた立派なチョコボですな。一目でわかりますよ。ついたのさんでしょ。土が違うとチョコボの育ちも違いますな。そうそう、土が変われば味も変わるものでして、例えばダルマスカのバロース種、深みと香りはアルケイディアさんに一歩譲りますが、実に力強い風味で、これはこれで悪くないものです。いかがですかな。もちろん人数分ご用意しておりますよ。おい、積み荷を通したら予定通り門は封鎖だ。くそ、鎧の中が砂だらけだ。今のうちにさっさと行こう。あんまり心配させんでおくれよ。まあ、大事に並んで何よりだ。さあ、私たちも行こう。あ、じきに式典が始まってしまうな。
こりゃ急がんとな。あ、ちょっと待ってよ。何？ねえ、どうしたの？バン。至急にアルケイリア帝国西方総軍司令新執政官ベインソリドール閣下のお言葉で。閣下、ラバナスタ市民諸君、帝国が憎いか、この私を憎んでいるか。当たり前だ。止め、帝国が来なければ。聞くまでもなかったな。私自身、諸君の憎しみを拭えるとは思っていない。私は諸君の忠誠を求めない。諸君は亡きラミナス陛下への忠誠を守り通すべきだ。陛下は国民をこよなく愛し、平和の実現に力を尽くした真の名君であらせられた。陛下の大御心は今なお諸君を見守っている。ダルマスカの平和と繁栄を願っておられる。諸君、私はただ一つ求めよう。陛下のご意志を継ぎ、平和への祈りを。あの痛ましい戦乱から2年、ようやく兆した平和の芽を諸君の祈りで大樹へと育ててほしい。それだけを忘れずにいてくれるなら、私ごときいくら憎まれても構わん。私は逃げることなく憎しみを受け止め背負い、そしてダルマスカを守ろう。これは私の償いである。亡きラミナス陛下とアーシェ殿下は今なお諸君を見守っておられるのだ。祖国を愛する者たちよ、亡き陛下のご意志を受け継ぎ、平和への祈りを。私の望みはただそれだけである。ラバナスタの町はいかがでしたか？実に素晴らしい。この大聖堂を見たまえ。華美かつ享楽的、ガルテア様式の頂点ともいえる建造物だ。グラミス陛下にもご覧に入れたいものだ。今宵の祝宴はこの者が手配。ミゲロと申します。次期皇帝となられます殿下のお迎えできることはまさに誉れ、市民一同誠に嬉しく。殿下はよせ。私は陛下の子ではあるが王子ではない。我がアルケイディア帝国の皇帝は市民が選ぶもの。私はただの候補に過ぎんのだ。これは失礼おば。かといって執政官閣下などとは呼ばんでくれよ。はあ、私も今日からラバナスタ市民だ。ベインで構わんよ。しかしそれでは。呼び捨ては抵抗があるか。ならば今夜は
君が私をベインと呼ぶまで飲んでもらうぞ。だらしないな、ミゲロさん。下げたくて頭下げてるんじゃないの？それくらいわからないの？それにしてもベインさんは逆らったら何されるか。だからってさ。じゃあバンならどうするの？どうするって俺なら